おはようございます。速稼塾の久保です。今日は2月16日朝6時半の相場解説になりますけども、ちょっとまだねファンダメンタルが強いと判断してますんで、テクニカルの相場解説は今日も控えさせていただきます。ただ今デイリーを見てるんですけども、2点天井はちょっと確認できるようになりましたね。やっぱりこれはちょっとこれ図を入れておきますけども、ここがね今レジサポラインになってることがわかります。ちょっと長めに引いておきましょうか。これ後々使えますよ。これはこれがねダブルトップになって下落に向かうのか、それともこの黄色いゾーンを突き破ってさらに上行くのか、ここが一つの争点になると思います。これがデイリーですね。で4時間なんですけども、この黄色いラインをまあ、超えることができれば上昇なんですよね。で上昇トレンドは出来上がってるんですけども、ただファンダメンタルが強いんでこれ以上のことはちょっと言えません。1時間ですね。1時間もやっぱり同じですね。結局大きな下落が中央にありますけども、ここから普段の相場ってのは壊れて、で今まさにまだ安定してないんですよ。ウクライナの侵攻ってのが進むようで進まないようなね、そんな形になってまして、ほとんどの情報が出てきないんで、今下手にエントリーすることをね考えても何にも残らないんですよね。勝ったにしても負けたにしても、とにかくは材料が多すぎて、ファンダメンタルの、しかもその材料が隠されてなくって、小刻みにまたにじみ出てくるんだったらまだしもなんですけどもね、これ見たところ、これ上昇トレンドに入ってるの見えるじゃないですか。これ横ばいから上昇トレンドの兆しを見せてるわけですよ。でもファンダメンタルが壊れた後なんでね、今ちょっと手探り状態で資金を入れたり投げたりしてるところが反映されてるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで相場解説今日もありません。ぼんやり眺めただけでございます。以上です。ご安全に。